竹原さんは自分で何がいいと思ってますか。僕ですか。冷酷なところ。冷酷なところ。その1個に対して全てを犠牲にできることです。全部犠牲にできる。だって世の中って何か犠牲にしないと何か手に入らないじゃないですか。だから彼女がいて、ね、それはみんな彼女いながら成功したいし、寝ながら成功したいしと思うかもしれないですけど、何かを捨てないとできないんですよ。だから僕あんまりあれですよ、女性関係とかもそんなないし、そんなっていうところがいいよ正直にね本当に何か捨てないとダメよね、うん、で何かやり始めたら必ずほら反対する人出るやん、アンチみたいなとか、それも覚悟しないとダメよね。考えてください、この何か言われてる人たちと、何か言われてる人たちって一生ランチに誘うと思います？思わないですよね。一生ランチに行かないですよ。そうね、何やと言ってるの、何気にしてどうなんねん。そうよね。でもね、こうアンチを気にしてやらない人いっぱいいるわけ、それじゃ何も得ることもできないから、絶対に何か犠牲しなあかんよね、何かやるんだったら。あ、ほんとに。そうですね。